はい、じゃあ今回も始まりましたが、2人にちょっと僕から質問があります。初心者としてそうなんですけど、はい、うん、初心者におすすめのウェッジの選び方、なんかいろんなのあるじゃないですか、うん、あのロフト角がいろいろあったりとか、うん、その初心者におすすめは何かなと思って、ぜひともお二人に聞きたいなと思って。なるほど、それはヘッドも含めてだよね。そうですね、何から選ぶっていうのが分からないと思うんだよね、うん、そうですよね。まず、うん、初心者ってなった時に、うん、まず多分一番最初に考えてほしいのはロフト、うん、ロフトですかね。やっぱロフトセッティング、うん、ロフトセッティングはでも初心者じゃなくても迷いますよね、うん、だからウェッジ選ぶときにどうやって順番決めようかなって言ったら、はい、多分一番がロフトだと思うんだよね。それは初心者も上級者も問わず、うんうん、まずロフトのセッティングで、うん、何本にするかっていうところからですかね、うん、何本にするのかと、あとは何度ピッチで入れていくのか、で何度ピッチで入れていくのかっていうのも、うん、ラウンドのイメージがないと使えない、うん、なかなか難しいですよね、うん、メーカーさんとかもよく言ってる、うん、王道的なところで言うと、うん、まあ、4度から5度っていうところになると思うんで、はいはい、そこは従っていいと思うんだよね、うん、ある程度そうですよね、うんうん、で中にはそんなにいっぱい入れてても使い道がわからないっていう人もいっぱいいるんだけど、それは使い道がわからないっていうのは初心者も一緒じゃないですか、うん、使い道がわからない、うん、だから、4度から5度ピッチで入れてあげて、うん、使ってみてどうなるっていう話だと思うので、まずは50度か52度を頭にして、うん、4度ピッチで3本とか、うん、っていうのが一番最初はいいんじゃないかな。スタンダードですよね、うん、これからのゴルフが急に変わるとも思えないですよ、うんうん、セッティングがね、うん、ってなるともうウェッジ3本のセッティングが王道化してくると思うので、うんうんうん、で特に初心者の場合だとグリーンを外す回数の方が圧倒的に多いわけだし、うんうんうん、で上げるとか転がすっていうのを技術でやることも難しいわけで、うん、なった時にやっぱりその上げるクラブと転がすクラブってアプローチでね、うん、決めちゃってた方が優しいと思うから、うんうんうん、だからまずはロフトでウェッジを3本入れてほしいなって思う、うんうん、でその次に形なんだけどそうですね、ここはね難しいね、難しいですよね。だって形状、形もそうだし、うん、最近なんかソール形状のバリエーションも多すぎるもんね、うん、丁寧にやってくれてるんだけど、うん、初心者とかそこが詳しくない人にとっては迷うところじゃない、うんうん、あえてソール形状がないウエッジの方がいいと思う、うん、あ、なるほどね、うん、バリエーションのないあまりないやつ、うんうんうん、あの例えば14とか、うんうん、そうですね、うん、まあ、最初に使ったウェッジが結構後まで引っ張るんだけど、うん、何がいいのかもわからないっていう前提で考えると、うん、小さすぎるウェッジとか、うん、操作性が高すぎるウェッジも難しいので、うんうん、だからほんのりグス入って、うん、ほんのりね、うん、ほんのりグスが入ってヘッドサイズが大きくって、うん、でソール幅が広いものって考えると、うん、意外と少なくって、うん、だそうすると、うん、その辺のさっき挙げたモデルとかのは使いやすいんじゃないかなって思う、うん、失敗しないですよね、うん、だから昔はソール形状とかなかったじゃないですか、うん、もう本当に何だろう、僕がゴルフ始めた頃なんてソールバリエーションもなかったし、それこそストレートネックも初めてちょっとして、うん、それこそタイガーが使って流行ってぐらいの、うん、まあ588からで、そう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 、うん、だからそっからしたらすごい親切だし買いやすいけど、うん、難しくはなってますよね、うんうん、あの知らない人にとってはね、うんうん、だからまああのまずはロフト、次に大きさ、うん、であまり難しくしすぎないこと、うん、
でウェッジのシャフトには、うん、使ってるアイアンのシャフトが合ってるという前提で言ったら、うん、そこから同じ重さか、うん、ちょっと重いぐらい、うん、そうですね、うん、ぐらいまでで選んであげるってしてあげたらいいんじゃないかな、うん、探せそう？あ、そうですね。ただそのウェッジ選ぶじゃないですか、うんうん、その後にどういうシチュエーションで使うべきかっていう、うん、なんか平均だとまあ70ヤード前後だったらウェッジを使い始めるっていうイメージなんですけど、うん、まあでもアプローチでも使うじゃないですか、バンカーだったり、うん、そこをどうなんでしょう、そこを考えた上で決めるって考えると、使い分けみたいな、そうですね、あ、それは確かに僕も52、58から、うん、鹿野俣さんおすすめの50、56、60で、うん、なった時もまず迷ってで、うん、結局今50、54、58なんですけど、うん、54、58これどうやって使い分けたらいいんだろうっていうのを鹿野さんにも質問したじゃないですか、うん、だから確かにそれは初心者の方もそうだし2本から3本に増やそうとしてる方とかも悩む、知りたいところだと思います、うん、一番いいのは、はい、ベース決めたらいいと思う。だからほら、フルショットベースで考えるんじゃなくて、あくまでウェッジ多い方がいいよっていうのは、はい、50ヤード以内とか30ヤード以内の話だから、はいはい、自分が30ヤード以内に来たらこれが一番距離感があって得意だなっていうロフトをまず決めてあげる、うんうん、あ、なるほど。例えばそれが、はい、クリちゃんを例にとって、はい、もし54だったと、はい、自分は56なのね、はい、で、まあ、真ん中だからあれなんだけど、うん、で54だったと、でピンポジによってちょっと止めたいから、うん、54だと奥行っちゃいそうだなとか、うん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 、ギリギリ落とさなきゃいけないなってなったら、うん、それよりロフトあるやつで、うん、58とか、うん、で打てばいい。で逆にこう、あそこまで突っ込むの怖いなとか、はい、ショートしそうだなと思ったら、うん、50度持って転がしていった、まあ、転がすちょっとラン出せばいい。なるほど。だから自分は56ベースにして考えてるから、うん、56だとちょっと足出ちゃって嫌だなと思ったら60度使います、うんうん、で56で突っ込めないな、うん、あそこまでキャリー出したらなんかこう向きになって打って丘も掘りそうだなと思ったらとりあえず50度持って手前から行こうってするとか、はいはいはい、バンカーも近いバンカーは60度持って、例えば20ヤード以上あって、はい、飛ばすの大変だなと思ったら、はい、56度。あ、56、うん、あんまり難しくは。それは難しいですよね。難しいですね。なんか多分58はアプローチバンカー専用みたいな、うん、そうなってると楽だなとは思うんですけど、だからアプローチバンカー専用だから58アプローチバンカー専用で、はいはい、それでどうしようもなさそうなシチュエーションになったら違うロフトって考え、はい、なるほど、54とか、うん、56とか、うん、だからみんな分かんないじゃん最初、うん、分かんない。だから、これ転がしたいからじゃあ50度で打ってみようとか、うんうん、じゃあ例えば50、56、60って入れて、うん、じゃあ56度で転がそうと思ってる打ったらどうなんだろうとか、うん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 、やってると、あ、左足上がりの時は50度の方がいいんだとか、うん、あ、経験値をが詰めていく、はい、分かった。じゃあ一番ロフトのあるやつをグリーン周りでは基本的に使うみたいなイメージを持っておいて、うん、それでじゃあやっぱどうしてもショートしちゃうなとか、逆の方がいいかな。逆の方がいい。まあ2本の人だったら、はい、真ん中を作りたいの、うんうんうん、だからもしウェッジ2本の人だったらピッチングまで入れて、ピッチング52、58で普段が52でやれてたら、はいはい、あ、そういうことか、うん、ってことはじゃあ50、54、58の人は54を基本にする、うん、だからすごく常に高い球を打ちたいわけじゃないし、すごくスピン入れたいわけじゃないじゃない、アプローチって、はいはいはい、だからそれだったら54で普段やってチップショット打ってて、はいはい、でそれの距離感と弾道に対してもっと止めなきゃいけないとか、上げたきゃいけなくなったら58。なるほど。まあ確かにそうですね。鹿野俣さん56基本ですもんね。ベース56。そうですよね、うん、やれないことをクラブでやって上げた方が簡単だなって、はいはい、っていう発想だから、
特に初心者の人で上げるとか転がすとかやれないんだったら、うん、常に同じ位置にボールを置いて、うん、同じ振り感で球の高さが変わるものがあった方が優しくないかなって、うんうん、確かに。で最初にそれを覚えちゃったら、うん、だん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 応用編はそうですよね、うんうん、できると思うので、そうやって入れることをお店で相談されたら進めるかな。うん、あの僕の質問コーナーみたいになっちゃったんですけど大丈夫ですか？いやいや参考になります。大丈夫ですか？使えそう。ちなみに、うん、あの先ほど、まあ、カノマサ的には3本が平あの基本、うん、でその3本の中で真ん中を選ぶっておっしゃって、うん、真ん中を、うん、あのベースにしてあげる。その真ん中をどういうふうに探したらいいんですか？真ん中をどういうふうに探すかっていうと、その真ん中をバンカーでも使いたいか使いたくないかで、あのバンカーでも使いたかったら自分は56にしてあげた方がいいと思う。あの54でソール幅があるハイバウンスってなかなかないんですよ、うん、ウェッジって、うん、でも56で、うん、とソール幅広いハイバウンスとか、うん、ソール幅が広い普通のバウンスっていっぱいあるから、うん、そうですね、まあ、いわゆる56より寝てるのが、うん、サンドウェッジないし、うん、ロブウェッジ定義されますもんね、うん、だからそうすると遠いバンカー、うん、30、まあ、エクスプロージョンで自分とかもマックス30ぐらいだから、うんうん、になった時にはやっぱ60だともう無理なので、うんうんうん、あと20ヤードとぐらい飛ばしたい時に振り幅、うん、自分はバンカー振り幅少なくて飛んだ方が楽って思ってるから、で56使った方が楽なので、うん、だからバンカーで使いたかったらバンカーで使えるウェッジを真ん中にしておいた方がいい、うんうんうん、で短かったら60で同じに打てばいいや、うんうん、っていう感じかな、うんうん、ありがとうございます。めちゃめちゃ、はい、参考になります。次コース行く時に考えておきます。で全然違うのしか使ってないしいや僕ね8番アイアンの転がしが得意なんですよ、はいうん、だから、うん、そうだね、初心者の人はとにかくそうやってロフトをいろいろ試してほしい、うんうん、そうですね、うん、あのソール形状とかぐらいの動向っていうよりは、うん、まずはそこだ、うん、そうですね、うん、はい、それは間違いないと思います。